神社の本殿の真裏にあるもう一つの神社です。ほとんどの方がなかなか行かないであろうところですけど、安産祈願もう鳥のさえずりが非常に心地いいですね。こちらも参拝してください。1つ2つ3つあるので、おのおのですね、参拝していただいた方がいいと思います。安産の祈願の方、ここの神社のこんなとこだけちょっと剥げちゃってますけど、痛みがありますけど、なかなか手入れがね、ここまでが難しいんですよね。交通安全安産ですね。いろいろ祈願されたい方はこちらでやってみてください。お参りしてみてください。